はい、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。このビデオは第5週目の4つ目のビデオですね。はい、このビデオの中では、テストに、写真や動画を入れるということについて説明をしたいと思います。またいつも、前回と同じようにですね、この採点を自動化するっていうね、JFND オンデマンド日本語教師研修のサイトを開いてみてください。それで、まあ今日もですね、この一番上のこのテンプレを開いてみたいと思います。で、そしてメーカーコピーですね。メーカーコピーを押します。そうすると、こんな風に出てくるわけですね。じゃあ、まず最初に、写真を入れる方法をご紹介したいと思います。写真を入れるには、この名前の下に写真を挿入したいので、まず最初にこの名前のところをクリックしますね。そうすると、ここが赤くなります。で、この後で、ここのですね、ここですね。add image っていうのがあります。このアイコンを押します。はい。そうするとですね、こういう insert image というスクリーンが出てきますから、ここでは Google Image Search を入れてみましょう。はい。それで、ここにですね、検索の言葉を入れるわけですね。で、ここでは cat というふうに入れてみました。はい。そうすると猫がたくさん出てきますから、この可愛い白い猫を選んでみましょう。はい。それで、右下のインサートですね。インサートを押します。はい。そうすると、こういうふうに、この写真、あの猫の写真が挿入されます。で、その下にあの問題がありますから、これを編集しますね。はい。で、質問、これは何ですかにして、白い猫、黒い猫、白い犬、黒い犬というふうにしました。もちろん正解はこの白い犬ですね。で、これだと、あれですね。説明とかを入れたいときは、このアンサーキーですね。アンサーキーに、これをクリックします。はい。で、そうすると、ここのところが、フィードバックを編集したいと思います。これをクリックしてもダメなので、ここの鉛筆のマークをクリックします。はい。で、ここのところを、白い猫、means white cat というふうにして、セーブしましょう。これで、写真を使ったクイズの作り方が、完成です。はい。そうですね。はい。はい。では次は動画を入れる方法を紹介します。動画は、ですね、ここの Add Video ですね。Add Video。はい。で、Add Video を入れると、ここに、YouTube を検索することができるんですけど、ここではこの URL を、から入れる方法をご紹介します。もちろん検索してもいいんですけどね。これは、この、今週の最初のビデオですね。自動採点とは何かという、そういう、ビデオです。はい。で、ここの、ここをですね、URL をコピーします。そして、さっきの Google フォームのシートでペーストします。そうすると、こういうのが出てきますので、Select。Select を押します。そうすると、こうやって動画が入ってくるわけですね。で、でもここでは質問になっていませんから、次に質問を入れます。はい。で、それで、ちょっと待ってね。はい。うん。で、このウェブアプリは何ですか ?Google ドキュメント、Google フォーム、スプレッドシート、マップというふうに入っています。で、正解は、Google フォームなんですけど、それをやるには、このアンサーキーを、開きますね。さっきと同じように。で、まず最初に点数10点とか入れます。で、その次に Google フォームが正しいですから、ここを押して、こういうふうに、ここが正解のマークを入れるわけですね。はい。そして、はい。アンサーキーはこれやったっけな。はい。で、アンサーキーを入れると、はいはい。もうこれでおしまいです。すみません。アンサーキーのところはさっきと同じですので、アンサーキーの、正解のフィードバックなどはそれを見てください。はい。このスライドのリンクは、bit.ly/ttcb54a です。はい。それではまた水曜日に、Google Meet で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。はい。失礼します。